こんにちは、写真家の原田正孝です。こんにちは、大ちゃんです。この日は3日目、はい、タイ3日目ですね。な、はい、これな、はい、3日目ねんけど、はい、泊まってる宿が、はい、すごい良くて、うんうんうん、この晩に出発するねん。そうですね、な、晩に、チェンマイに行く予定やねん、はい、夜9時の電車で、うんうんうん、で、それまで俺らは、はい、どうしようか言うて、うんうん、悩んでたやん。そうですね、シャワーも浴びれへんし、はい、で10時か11時ぐらいにチェックアウトして、はい、でそっからな、そうです、9時まで時間過ごすの大変やな言うて荷物預けて、うんうんうん、そうです。それがやん、はい、この宿は、はい、いいよいいよ言うて、うんうん、もう9時まで追ってくれたらいいよみたいな感じだったね。そうなんですよ、そのチェックアウトが午前中の10時とかやった、うん、やったんですかね。それがもういつでもいいよとチェックアウトは。そう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 。言っていただいてね。でそのおかげで、はい、もう心置きなくこのワットポーに行って、はい、うんうん、汗ブルブルかきながら。そうですね。なあ、はい、ワットポーもこれ良かったね。まあ大きいところでしたね、ここも。大きかった。まあ、有名なお寺やしな。はい、リクライニングブッダ。ね、それびっくりしましたけどね、僕、寝てる仏様、そう、リクライニングブッダって言うんですね、あれ。せやねんな、リラックスブッダとかいろいろ言うてたけど。そう、書いてありましたもんね、うん、その辺で、その案内板っていうんですかね。あれも不思議やな、ありがたいだろうな、でもあれが。俺らしたらちょっと、なんか、なんで寝てんのみたいな。そう、そうですね、確かに。で、これな、俺、スリランカで聞いたのは、はい、寝てる時の足がこう揃ってんのとずれてんのがじゃて、ほう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 、でちょっとまたずれてんの意味がまた違うじゃて、ほう、今回は揃ってたわ俺見た時に。あ、まあ確かにずれてはいなかったですね。でそれがまたずれてたらちょっと意味がまた変わってくるらしい。ほう、不思議やな、その意味が気になりますけどね。ごめん、全然知識がなくて意味があるということだけを聞いて、はい、そうそうそう、はい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 。いやそうですね、でこれもやんか、うん、このお祈りしてんのも、うんうん、いろんな人の身を見まねで、見まねで、はい、合ってるか合ってへんか分からへんけど、うんうん、一生懸命なお供えして。そうですね、やってました、僕も、もう周り見ながらなあ、うん、みんなこう決まってんねん、形がかっこええねん。そうですね、やっぱり俺今見たけどやっぱダサいわ。Tシャツもダサいけどやっぱ拝み方もダサかった。キレがなかった。キレが、そうそうそう、キレがないね。で、これや、はい、これ、空心菜食べに行ってんちゃうの。中華街ですね。中華街だろ、はい、ワットポー終わりで僕らは中華街に行ったんですよ。うん、これな、はい、ここの店面白くて、うんうん、3階建てか4階建てねんけど、はい、あの、1階で作って、はい、持って上がるんちゃうねん、はい、な、そうです、外から紐でビューって持ち上げて、はい、お金払ったら、はい、紐でビューって下ろして、はい、うん、なんかややこしいことしてたな。そう、だからあの店内が、まあ、狭いっていうんですかね。おーおーおー、もう料理を 外でね、揚げて下ろしてするんですよ。あれも変わってたね。びっくりしました、僕あれ見て。お釣りもね。ね、お釣りも外の窓から来るんですよ。そうや。ね、いや、いろんな形あるわな。変わったところでした、あそこも。で、これが、はい、もう移動すんねん、これから。そうです、ファランポン駅ですね。ファランポンの駅や、はい、なんでこの前にちゃんとシャワー浴びさせてもらって、はい、8時ぐらいにね、そうですね、すっきりした状態で来て、はい、これ気づかへんかったけどファランポン駅にはシャワールームがありました。ああ、あ、はい、なんか帰ってきた時にね、発見しましたね。そうそう、帰ってきた時に。でも、なるほどなと思うな、うん、日本じゃちょっと考えられへんけど。そうですね、駅にシャワーがあるのはね。で、ここ、オレミスってんちゃうの、そういえば。そうですね、これ、あの、寝台列車やと思い込んで、はい、取ったはずのチケットが、はい、まさかの普通の座席やと思うんですよ。14時間始まりますよ、地獄の14時間。地獄の14時間、あ、終わりました。はい、はい、ということで、はい、ここから始まりますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからチェンマイ行ってきます。